攻守の方向を変わりまして白鴎大学画面向かって右から左に攻める形になります。試合はボールオン、白鴎大学は相手陣25ヤードからセカンドダウン11の状況で試合再開となります。白鴎大学セカンドダウン11、パス成功。見事なキャッチでした。クォーターバック8番、ここで外にいましたワイドレシーバー21番にパス取りました。21番中に切れ込み、約5ヤードのゲインに6ヤードのゲインに変えています。パスを投じましたクォーターバック8番は吉田、福島県立で足立高校出身の4回生。取りましたワイドレシーバー21番は鈴木、一ノ関高校出身の4回生です。白鴎大学セカンドダウン5、失礼サードダウン5です。パス不成功。ここで再びパスプレー、ターゲットは96番でしたが、これは立正大学ディフェンスカバーよくパス不成功と書いています。これにより白鴎大学攻撃権1つしないフォースダウンに変わります。白鴎大フォースダウン5、ボールオン相手陣20ヤード、フォーメーションを変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス37ヤード、託されましたのはフィールドゴールキッカー68番の澤田。キック成功、3点獲得。キッカー澤田、見事にこのフィールドゴールを決めまして3点獲得としました。白鴎大学3点、立正大学7点。白鴎大学もまずこの攻撃シリーズ見事得点にすることに成功しました。まず序盤におきまして立正大学先制のタッチダウンを上げ、試合を優位に進めるかと思いましたが、ここでまず白鴎大学がフィールドゴールにより反撃となる3点を挙げました。このフィールドゴールが後半どのような優劣を招くか、これからの戦いぶりに両校の戦いぶり注目したいと思います。そして先ほど得点を挙げました白鴎大学のキックオフで試合再開となります。キックオフキッカーは68番の澤田。さあ立正大リターンに入ります。これをいいリターン、リターナー84番、中央から右オープンに展開しまして自陣45ヤード付近の攻撃を確保しました。この位置から立正大学の攻撃と変わります。素晴らしいリターンを決めていますが、立正大学の84番の大沢、千葉英和高校出身の4回生です。立正大学自陣44ヤードの位置からファーストダウン10、白鴎大学ナイスディフェンス。立正大一人だけ動かしていいバックスにモーションをさせ、そこからボールを持たせるジェットモーションスイープを展開しました。託されましたのは先ほどからリターン見事決めております84番でしたが、これを白鴎大学43番見事に読みまして、約失礼しましたノーゲインとしました。素晴らしい反応をしましたのは43番の関口、白鴎大学芦川高校出身の4回生。立正大学自陣44ヤードからセカンドダウン10、
パス不成功。ここで立正大パスプレーにより攻撃権更新を図りました。しかしこれはパスコントロール合わず、パス不成功に終わっています。攻撃権を一つ失いサードダウンに変わります。立正大学自陣44ヤードからサードアンテ、3回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離10ヤード。さあまだ行く。立正大ここは中央のランプレーにより突破を図りました。キャリア0番の総力に託しましたが、しかしわずかに残っております。フォースアウトを変わります。キャリア0番は岡崎、仙台城南高校出身の4回生です。立正大フォースダウン3、フォーメーションを変えましてパントフォーメーションとしました。このパントは相手陣30ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置での攻守交代となります。攻撃権変わりまして次が白鴎大学の攻撃と変わります。マイク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 、立正大学攻撃権を生かすことはしかし今回はできませんでした。ここで一旦急場をしのいだ白鴎大学、この攻撃シリーズ生かすことができるでしょうか。ボールオンは自陣30ヤードの位置に置かれました。白鴎大学ファーストアンテン、立正大学ナイスディフェンス。まずランプレーによる突破を図りました白鴎大学。しかしこれを見事に読みまして立正大学49番、このランプレーを阻止しました。素晴らしい反応で止めましたのは49番の千葉、本郷高校出身の3回生。白鴎大学自陣30ヤードの位置からセカンドアウト。パス不成功。ここで白鴎大学ロングパス、ワイドレシーバー43番へのパス。43番、空いていましたがしかしわずかにパスのタイミング合わず、パス不成功となりました。攻撃権一つ失いサードダウンに変わります。白鴎大学自陣30ヤードからサードアンテン。インターセプト、サードに行きます。タッチオン。ここで白鴎大はパスプレーを敢行しましたが、このパスを取ったのは立正大学0番。0番そのまま一気に左サイドライン駆け上がり、エンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。立正大学6点獲得。素晴らしいインターセプトリターン、タッチダウンを決めましたのは立正大学0番の岡崎、仙台城南高校出身の4回生です。そしてトライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーに挑みます。キッカーは先ほどインターセットタッチダウンを決めました岡崎が務めます。
このキック見事に決めまして1点追加、立正大学14点、白鴎大学3点となりました。膠着状態に入るかと思われたこの矢先、その状況を一瞬で打破するような見事なインターセプトリターンによりまして立正大学さらにリードを広げる形に成功しました。その得点を挙げました立正大学のキックオフで試合再開となります。さあ言えること言おうね、ベンチマークね、ダウンディスタンスも言えるし時間も言えるし体型も言えるよ、言えることあるよ、いっぱい。さあ白鴎大リターンに入りました。しかし勢いに乗ります立正大学、このリターンを自陣白鴎大学陣25ヤードの位置に留めまして、この位置での立正、白鴎大の攻撃と変わります。白鴎大学自陣26ヤードからファーストダウンタイム。いい、ここここや、ここ。いや、いや、ここで白鴎大オプションプレー、ピッチを受けましてランニング枠99番左奥に展開しまして約3ヤードのゲインとしています。ランニング枠99番は稲垣、白鴎大学足利高校出身の3回生。白鴎大学自陣31ヤードからセカンドダウン5、先ほどのランプレー獲得距離5ヤードに訂正します。パス成功、クォーターバック8番タイトエンド96番にパスを通して約4ヤードのゲインとしています。密集点見事にキャッチしましたのは白鴎大学96番の浜田、精神学院出身の4回生です。186センチ85センチの巨漢がここで大きな仕事を決めています。白鴎大サードダウン残り1ヤード、ボールオン自陣35ヤード、これボールファンブル。さあこの判定を待ちます。正式な審判からのコールを待ちます。ターンオーバー、ここで白鴎大学南部連による突破を図りましたがボールをファンブル、そのボールを抑えたのは立正大、したがって攻守交代です。ターンオーバー、リズムよく攻撃反撃に出ようとした白鴎大ですがここで痛恨のファンブルをしまして攻守交代となります。立正大学相手陣34ヤードからファーストアンテン、さあここで立正大クォーターバック変わりまして11番ショットガンフォーメーションから左オープンにランパスオプションし自らキープ、約4ヤードのゲインとしています。
変わりました。クォーターバックの11番は西野、武南高校出身の2回生です。立正大学セカンドダウン6、ボールオンは相手陣30ヤード。にオプションプレーし、ランニングバック10番に0番にピッチ、0番それを取りまして一気に右オープンを駆け上がってエンドゾーンに飛び込んでタッチャー。立正大学6点獲得。タッチャーを決めました。ランニングバック0番は岡崎、仙台城南高校出身の4回生です。そしてトライ4ポイントキック決めまして1点追加、立正大学21点、白鴎大学3点となりました。白鴎大学の反撃をしかしそのミス逃さずつきまして立正大学その差をさらに広げております。その立正大学のキックオフにより試合再開となります。立正大学キックオフ、白鴎大リターナーは24番と64番を配置しています。24番リターンに入りました。右オープンつきまして自陣15ヤード付近の攻撃を確保しています。白鴎大学リターナー24番は高橋、秋田県立湯沢高校出身の2回生です。白鴎大学自陣15ヤードから失礼16ヤードからファーストアウト。パス不成功。ここでクォーターバック足はまずパスプレーから入りましたがこのパス合わず、パス不成功となりました。ダウン一つ失ってセカンドダウンに変わります。白鴎大学セカンドダウン点、ボールオン自陣16ヤード。不成功。ここでロングパスを投じました。ターゲットは21番、しかしこのパスわずかにコース合わずパス不成功となりました。ダウン一つ失ってサードダウンに変わります。白鴎大学サードダウン点、ボールオンは変わらず自陣16ヤード。パス不成功。今度は右側へのロングパス。
ターゲット41番、しかしこの41番キャッチすることできず、パス不成功となりました。フォースダウンに変わります。果敢にロングパスにより攻撃権の打開、攻撃状況の打開を図りましたが、しかしこの攻撃パス実りませんでした。過去代フォースダウン点パントフォーメーションに変えます。このパントは自陣に出することはできず、白鵬大学陣47ヤード付近でのアウトオブバーンズ、この一連の攻守交代となります。立正大学相手陣47ヤードの位置からファーストダウン点。前半の残り時間は3分9秒となっています。前半終了しますと今のポジショニング、タイムアウトの残数は全てリセットになります。この残り時間で立正大さらに得点を上げることになるでしょうか。ナイスファースト。ここでアイフォーメーションからフルバックのランプレー、中央のダイブプレーでキャリア15番見事に攻撃権更新いたしました。立正大学ファースト、素晴らしいランを決めましたのは立正大学15番の石原、桐生第一高校出身の3回生。立正大学相手陣30ヤードに入りましたのファーストアウン点。今度はカウンタープレーでテールバックに逆方向につかせました。何枠28番、この期待に応えまして約8ヤードのゲインとしています。立正大学サーダウンツセカンダウンツーボールオン相手陣23ヤード、失礼、セカンドダウン3に訂正します。パス不成功。ここでクォーターバック18番18番一気にタッチダウンを狙いました。ターゲット3番、手には触れましたがしかしキャッチできずパス不成功となりました。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。立正大学サードダウン3ボールオン相手陣23ヤード、立正大学ファースター何枠0番ハンドオフから中央突破を図り、そこから左にバーンアウト、見事ディフェンスの裏をついて攻撃権更新です。立正大学ファースター絶妙の判断で攻撃権更新を果たしましたが、立正大学の0番の岡崎、仙台城南高校出身の4回生です。ここで立正大学前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは前半後半3回ずつ双方ともにタイムアウトを取ることができるようになっております。これにより試合時間は前半残り1分29秒で止まりました。
現在得点は立正大学21点、白鴎大学3点、立正大学が3タッチダウンを奪い、試合を優位に進めている状況です。その立正大学がこの前半残り時間を生かし、さらなる加点を狙うシチュエーションになっております。白鴎大、これをしのぎ、反撃の糸口を見出すことができるでしょうか。タイムアウトを解けまして試合再開となります。立正大学ファーストアンテンボールオン自陣16ヤード、失礼、相手陣16ヤードです。パス成功、ナイスディフェンス。ここで立正大学ランプレーをフェイクしたプレイアクションパス、しかしこれを見事に白鴎大学27番がパスカットしまして、パス不成功としました。素晴らしいディフェンス反応を しましたのは27番の宮本、水城高校出身の4回生。立正大学セカンダウンテン、クォーターバック11番、ハンドオフオプションから自らキープ、右オープン展開しまして大きなゲインとしました。攻撃権更新です。ファースター、素晴らしい判断で攻撃権更新を果たしました。立正大学クォーターバック11番は西野、武南高校出身の2回生です。これにより立正大学相手陣4ヤードからファーストアンドゴールに入ります。エンドゾーンまで残り4ヤードをどのように攻めるでしょうか。これはディフェンスが素晴らしい反応をしました。立正大学右オープンへのパワープレーに出ましたが、これを見事に白鴎大学96番が対応しまして、このランプレーを阻止しております。ここでホイッスル、ここで立正大学が前半2回目のタイムアウトを取っています。前半残り時間は30秒となっています。素晴らしいタックルをしましたのは白鴎大学96番の浜田、清新学院出身の4回生です。さあ立正大学、このシチュエーション生かせるでしょうか。相手陣4ヤードからセカンドアンドゴール、中央ランプレー、タッチダウン。ここでカウンタープレーによってテールバックが中央突破、一気にエンドゾーンを落とし入れましてタッチダウンです。これにより立正大学6点獲得。見事タッチダウンしましたのは立正大学の26番岩淵、1回生が見事な仕事を決めました。失礼しました、28番のプレイヤーです。素晴らしいタッチダウンランでした。そしてこのキック決まりまして1点追加、立正大学28点、白鴎大学3点となりました。
着実にタッチダウンを重ねまして試合を優位に運んでいます立正大学。その立正大のキックオフで試合再開となります。キックゴロキックにしました。さあ白鵬大これを何度か抑えてはおります。結果的に白鵬大自陣30ヤード付近からの攻撃を得ました。立正大ここで白鵬大のビッグリターンを警戒しましてあえてゴロキックにしました。白鵬大学自陣31ヤードからファーストダウン10。パス不成功。まずパスから状況打開を図りましたがしかしこれをワイドレシーバー取ることができずパス不成功に終わっています。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。白鵬大学セカンドダウン10。パス成功です。攻撃権更新ファースター。今度は中央付近へのパスターゲット41番見事にキャッチして攻撃権更新です。白鵬大学ファースター。ここで白鵬大学後半1回目のタイムアウトを取ります。現在フィールド上の時計が確認できない状況にありますのでこの時計は目安としてご参考ください。前半時間はいずれにしましても残り少ない状況になっています。白鵬大学自陣42ヤードの位置からファーストダウン10。より攻撃打開を図りました。しかし白鵬大学そのパスをしかし取りましたのは立正大学24番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。インターセプトしましたのは立正大学24番の大久保加茂高校出身の3回生。ここで審判団から試合時間前半残り10秒のアナウンスがありました。時計を残り時間10秒に訂正します。立正大学自陣48ヤードからファーストダウン10。ここでホイッスル。
さあ立正大学ここでタイムアウトをコールしましたが間に合いましたでしょうか。試合時間残り1秒残っております。立正大学ファースト見事なキャッチを決めましたのは立正大学84番の大沢、千葉英和高校出身のチームキャプテンです。しかしこのコール間に合いませんでした。タイムアウトをコールしたとき試合時間残り0秒となっていました。従いましてここで前半終了です。結果的に前半終了となりました時点で立正大学ブルドックス28点、白鴎大学ラスカルズ3点という状態で立正大学リードで前半戦終了となります。